アエロトラン試作1号機アエロトラン試作2号機工部、実験船後も現在では植物に覆われている。さらに実験船の後、実験船後アエロトランは、フランスで1965年から1977年に、かけて開発が進められた、空気浮上式鉄道である。アエロトランの目標は、磁気浮上式鉄道の目指すところと似ている。 ただし、圧縮空気の制圧で浮上して走行するため、磁気浮上と比べて、技術的に容易である。推進には、プロペラ推進やジェット推進や、リニアモーター推進等が用いられる。車輪の摩擦力に頼らず、加減速するので高速走行が可能である。一方で、空気圧で浮上するため、トンネル内での走行には不適である。サラン、ルアン間に、 全長 18km のオルレアン実験線が建設される A1、02、S44、I-80、I-80HV と5台の試作車が製造され、I-80 は80人乗りの実物台で 18km の軌道を走行した。しかし、送風機による騒音等、技術上の問題が多いため、高速鉄道としての実用化には至らなかった。 アエロトラムの軌道の大半は、突型の鉄筋コンクリート製である。これまでに、すべての軌道は実験用に建設され、使用された。5台の試作機が製造された。鉄軌道と鉄車輪を用いる、通常の普通鉄道と比べ、空気浮上式鉄道は高速性能で優れている。また軌道へ与える負荷が小さいため軌道整備を呼び、保守費用が安価であり、 軌道との接触がないため転がりによる騒音が低減されるといった利点がある。しかし、既存の鉄道と互換性がなく、専用軌道の建設が必要、輸送力が小さい、オイルショックを受けて、内燃機関による推進を用いる I-80 は、電気式のリニアモーターと比べ運行経費がかかるといった問題点を抱えていた。このような理由から、フランス政府は、 アエロトランの開発を中止し、TGV の導入を決定した。なお、磁気浮上式鉄道と普通鉄道の間でも、蒸気と同様の比較が行われている。アエロトランは、利点と欠点を磁気浮上式鉄道と共有しているので磁気浮上式鉄道と競合している、可能性がある。各部1970年、ローインダストリーズは、連邦運輸局が、 将来の大量輸送交通機関の技術開発を支援する計画の一環として空気浮上式鉄道を開発することを決めた。試作車は公式にはアーバントラクトエアアクッションビーヒクルと呼ばれ、交互的にローエアロトレインと呼ばれ、リニアモータ推進で60人の乗客を150マイルパーアワーで輸送するように設計された。 全長は94フィートで、非積最重量は4万6000ポンドだった。試験軌道は、コロラド州プエプロに建設され、リニアモーター推進により、時速145ミリで走行した。連邦運輸局からの予算が打ち切られたので、ローインダストリーズのアイロトランは商業化されることは、なかった。ローインダストリーズのアイロトランの試作機は2009年7月まで、 プエブロバイスブロッド航空博物館の敷地内に置かれ、現在はプエブロ鉄道博物館に保管される。博物館の計画ではアエロトライの公開展示を予定している。レールワールド博物館で展示される RTV31 実験者英国でもトラックとホバークラフトやホバートレインと称する類似の空気浮上式鉄道が開発された。 アエロトランとは異なりリニア誘導モーターで推進する形式だった。民間の技術的な問題により中断された。1960年代初頭にホバークラフトを開発したクリストファー・コッカレルの開発人がホバートレインの初期の概念を考案した。1963年に小座式モノレールのようにコンクリート製の軌道にまたがる。 形式の空気浮上式鉄道の実験機を製造した。この試作機は試験洗浄を手で押されて移動した。その後、この開発人は1961年頃にリニア誘導モーターとして知られるようになったリニアモーターを推進に採用した。試験機が走行中だった1963年に彼らはリニア誘導モーターを使用した実物大の試験機の開発を売り込んでいた。 ナローボディの旅客機の胴体のような外観の試験模型が断面が突型のモノレールの軌道上を走行した。水平面は走行用に平らで垂直面はリニア誘導モーターのリアクションレールが設置されていた。1970年にロンドンの北部に試験船の建設が始まった。この場所が選ばれたのは平坦で20マイルの軌道が計画されたが予算は 最初の4マイルの区間のみだった。建設費の高騰により1マイルの区間に短縮された。試験機の RVT31 は1973年に試験を開始し、2月には20マイルパーアワーの向かい風の中で104マイルパーアワーに到達した。成功にもかかわらず2週間後、政府はさらなる予算を中止した。後に試験船は、 RTV31 とともに、博物館へ移された。成田空港シャトルシステム、成田空港シャトルシステム当初、日本でも、空気浮上式鉄道が検討されたが、トンネル内での浮上が困難であり、騒音が多く、国情に適さないため、高速鉄道としての用途としては開発されなかった。その後日本オーチスエレベーターによる、成田空港、 第2ターミナルシャトルシステムが1992年の第2ターミナル開業から2013年9月に連絡通路にとって変わられるまでの間、本館とサテライトの移動用に運行された。ABCD ダミーテキストハット AB、ザローエアロートレイントラクトエアー、クッションビヒクル。シャナースタジオ、2010年8月28日閲覧。ただし、不上にはエネルギーを要する。 Coming, Streamliners Without Hoyles, Bison Volup, Popular Science, December 1969, P51, Article on Tract Air Cushion Vehicle, Research in the U.S. Riff, Glenn A. New Capabilities in Railroad Testing. Proceedings of the American Railway Engineering Association 74 一重、h t t p w w w ドットアーカイブ o r g ストリームプロシーディングサフェン七十四万一千九百七十三アメールページ八モードにアップ二千十年九月十一日閲覧。プレブロレールウェイミュージアムブロシュアアーカイブド二千十一年五月二十四日アットザウェイバックマシン r a i l r o a d n a t i o n ドット 1970S, エアロトレインムーブスツーミュージアムフォープリザベーションハットウィーファウンドザラストエアロトレインドキュメンタリーアバトザロープロトタイプエアロトレイン53ミンズイングリッシュフレンチランゲージズありがとうございます